はい、こんにちは、プロトリークチャンネルです。今日は多肉植物の、梅雨時の管理の方法を紹介していきたいと思います。多肉植物、まあ、この辺にあるようなもの、非常に日光が好きなので、普段の管理としては屋外のよく日の当たるようなところで管理していただきたいんですけれども、これから、梅雨時に入ってくると長雨に、なってきますので、そういった時はやっぱり室内に取り込んであげた方がきれいに維持できます。特にこの辺のダドレアとかですね、この辺のハクビ、白い粉がついているようなもの、こういったものの品種に関しては、雨に当たってしまうとこういったきれいな状態維持するのが難しくなるので、室内のですね、なるべく日当たりのいいような場所ですね、そういったところで、管理していただくといいと思います。梅雨の晴れ間を見計らってですね、そういった時は外に出して日光浴を使って、させてあげると、きれいに維持ができますので、試してみてください。お部屋の中に入れても、できればですね、直射日光が、しっかりと当たるような場所、そういったところで管理していただければ、徒長など しなくてですね、きれいに、維持ができると思います。一度試してみてください。